大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として、佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村真。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず真への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村真。彼女が狙われる理由を探る真島は、真の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。真を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ真を奪い合っていた。徐々に真をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた真の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に真を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。牧村真の行方は、ただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった真を狙う勢力とともに、彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった東条会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに真を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは、今なお牧村真の殺害に他ならない。東条会最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者牧村真は、立花の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った真もまた、堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、
極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。